喋る妖精だなんて珍しいわね。違う、ホタルだよ。ふう、元気な虫さんだこと。オーロラ、この虫さん、あなたにぴったりだわ。さて、こちら、ちょっと待ってきたんで。はまっちゃった。ボツリヌスの村来ました。競争よりも取引よりも求めてるのはただマーガレットだけ。ネズミの町だね。新しい情報入った？ああ、金庫をどうすれば。為替相場から目を離すんじゃないよ。まさかこんなにレートが動くなんて。閉まってるわね。だと思ったよ。こんにちは、ご機嫌いかが？ジョジョだよ、通りすがりの方かな。アドルファスそんなところよ。どんなレクチャーしてるの？取引の極意についてだ。まあ私も聞いていい？君が？しかし耳と鼻と尻尾がないものが聞いても馬の耳になんとやらさ。でもとても興味があるの。残念だけど教室は満員だ。その翼で飛んでおき。もし私に取引の才能があると証明すればレクチャーに参加できる？
ああ、市場を嗅ぎつける鼻も、掘り出し物に噛みつく牙もないのにかな。不可能だと思うが、まあいいだろう。このリンゴを渡すから、こいつうまく、ボルマスやカピリーに取引して、黄金に変えてごらん。まあ無理だろうけどね。さあ分かったら行きなよ。あ、リンゴくれたね。ちょっと待って。もう全部王女に。リンゴをゲットしました。黄金に変えると。回復。魔力のもと大ボルマス、お呼び立てしてすまない。しかし助けが必要なんだ。実はドラゴンに困ってるとか、子供が食べられちゃったかな。分かったよ、グリフォンだね。いやいや、そんなエクスペンシブなものじゃなくてね、最近この家を購入したので、上から下まで掃除していたいのだ。だが地下室に小さな生き物が住み着いてね、彼らを立ち退かせてくれたら君の株は王に上がると思いたまえ。扉を開けてあげよう。さあ中に入りたまえ。ほほー、ボルマスの炎。クエストがどんどん増えてきてますね。価格が暴落してるわ。あ、これでも回復できるんだね。例が金庫を救わなくちゃ市場が停滞してしまうの。回復しよう。クエストがちょこっと増えてきてね。すみません、空の水田に行く方法知りませんか。やめた方がいい。不景気の時は上を見るもんじゃないんだ。とにかく大変なんだよ。金庫の中はどうなってるのかもわからないし、なんて大きなネズミなの。気味が悪いわ。話しても時間の無駄みたいね。市長さんだしね。司法を持っているのなら立ち去ることだね。がめついね。お、なんか来たね。君たちはスランス神殿に行きたいようだね。僕は力を貸してあげよう。しばしお供させてもらうよ。悪い話じゃないはずさ。君たちにとっては僕にとっても。では案内をお願いするわ。よし、出発だ。あのネズミに私に近寄ったら大事置かないから。ロバート向こうからどうやって空の上に行くの。マグナ、力を貸してくれ。誰だ、私を呼ぶのは。どうなってんの。逃げなきゃ。岩山が喋るなんて。小さな客よ、逃げることはない。何が望みだ。新鮮な水ならあげられるが。ご親切にどうも。でも大丈夫よ娘よ、私はマグナだ。お会いできて嬉しい。空の神殿に行きたい。
たやすいことは本来であれば、しかし今の私は身動きが疲れてしまう。心臓が何者かによって虫歯になられているのだ。マグナ、君の力を君の中に入れてくれ。ボールマス族の金庫に行きたいんだ。相変わらず忙しいこと、気をつけていくがいい。いや怖い。まあここも行けるようになると。ではね、ロバートが仲間になって、アローライン、ダブルヒット、弓矢かこいつ。さあ、いろいろイベントが増えてきたので、風車谷、ボスマスの道、ちょっとここへ戻ろう。リンゴを食いたいっていうやつがいたんだね。この選択肢が間違ってないのか。これを上を癒して、美味しいリンゴよ。本当のリンゴかい。まさか望みが叶うなんて、君は救世主だ。このシャベルを受け取ってくれ。きっと何かの役に立つよ。シャベルをゲット。美味だ。ほんでシャベルが欲しいって言ってたやつがおったよな。修道院だったっけな。ちょっと修道院の方行きましょう。掘りたい、シャベルが欲しいって言ってた人がおるんでね。邪魔。これや。シャベルを探してるの。どうもありがとう。このランプを受け取ってくれ。仲間たちを見るには星の明かりがあれば十分だ。ランタンを手に入れたね。ってことはこれで、風車谷、んでね、お豚様に会わないといけないんだよね。
お、やばいやばい。この豚はアキレスだな。おっと、間違った。コルク水魚取れる。火は強いよ。アキレスも探したいね。ブイブイ。この豚は因が見つからないわ。なんか新しいとこ来たね。ここは何だい？おお、やばい。強そうな敵がいるな。あ、しまったしまった。やばいやばい、死ぬ。回復しないとね。こっちは行けないんだね。まあいいでしょう。こうだね。
キレスはどこにいるんだい？こいつっぽいんだけどね。これでもないと。あ、しまった。フィンジーさんで、火に弱いよね。交代ルベラ。カーニマルの動機なんて素敵ね。この近くにいるはずのサーカスを目指しているの。それにあなたとても強いのね。大人の女性でも持ち上げられそうだわ。それは到底不可能ではない。できるみたいだね。ほんで、地下に行く道があったはずなので、ちょっとそれを探し、たまたま行ったとこにあったんで、こっちだったかな。危ない。邪魔だから僕止めておくわ。ここだったっけ。ここだ。ここですね。穴掘ってる子がいるんで、あ、明かりさえあれば。これをどうぞ、あなたの照らして。このランタンくれるのかい。ありがとう。どうやらお礼がをしたい方がいいが、この子には黄金が待ってるみたいなんだ。小さな塊もらっていいかしら。もちろんさ、君のおかげで仕事はできるんだから。金塊をゲッツ。ということで、これでね、あ、なんかあるね。これもう文句はないでしょう。よし、これで、まあ、イベントが済んだと。あ、やばい。
こいつは戦わないといけないのかな。やってもいいんだけどね。うん、勝てそうな雰囲気は全くないんだけどね。で、あとは豚だよね。アキレス。アキレスはどこにいるんだろうね。ではちょっと町の方行ってみましょうか。とりあえず注目的のね金塊は手に入れたんで、こいつに言ったらいいのかな。ここだっけ。こっちだったっけ。負けを認めるかい。恥じることはないさ、投資家に。ではこの黄金は何かしら。え、そんなバカな。取引は僕らの専売特許なのに。あなたの父が疑わないし、私たちは安物で大いに学ぶところがあるわ。だから壁を作らずに私たちにも教えてちょうだい。そうすればボスマスの名を世界に広めるわ。君はすごい娘だ。失礼な態度を取ったことは謝るよ。でも君はもはや僕が教える必要もない。彼に旅の助けとなるものをあげよう。幸運を祈ってるよ、すごい腕の陶器さん、陶器家さん。レムリアの旅の依頼よ。国民の味方、ありがとうございます。マグナが再び歩む、こういうことね。まあイベントアイテムが手に入るみたいな感じですかね。でとにかく金庫を開けないといけないみたいなんで、それは本来普通のイベントをこなしていくみたいな感じかな。はい、ではマグナの口行ってみましょうか。あなたってすごいのね。こんな機会を逃すわけにはいかないからね。きっと何か企んでるんだわ。闇の女王が一族の金庫を封印したんだ。金庫の扉の封印を解くことができれば僕の出世は確実さ。私たちこの怪物に消化されないかしら。
あなたたちはこの巨人の上で暮らしているの？僕たちは陶器家でね、マグナの背に乗って方々を旅していたんだ。安く買って高く売るその度にはスピードが命なんだ。でも新しい女王アンブラが来て、マグナは弱ってしまった。彼女の心臓を蝕む4匹のクモを倒せば、マグナが空の上まで運んでくれるよ。なんで、あ、もう一個